んにちは、開講図です。今日はですね、こちらをご紹介します。これです。はい、マイクロ2ポケットマイクロスライダーです。これをね、ご紹介したいと思います。スライダーってどんなもんかっていうと、あの映像でね、ぬるーっと横にこうスライドしたり、ぬるーっとこう前にね、カメラが動いて、かっこいい映像あるじゃないですか。あれはね、スライダーを使ってるんですけど、そんな映像が撮れる小型のスライダーです。ご紹介していきましょう。いや、これね、めっちゃ楽しみで、これね、紹介したかったんですよ。はい、オープン。な、おう、ネジの大きさを変えるパーツと六角レンチが入ってます。中にマニュアルも入ってそうですね。保証書とマニュアルです。マニュアルは英語と中国語になってます。はい、いきます。オープン。はい、これです。いやー、いい感じ。ちっちゃいんですよね。ほら、ちっちゃい。これ長さが33センチだそうです。で、重さが 1.2 キロ。上に乗せられるカメラの重さが5キロまで。で、33センチしかないじゃないですか。で、スライダーってね、長ければ長いほどこう可動域が大きくなって、いろんなね、表現ができると思うんですけど、これね、33センチしかないんですが、すごいんですよ。なんか、この辺にね、ベルトが見えたりしてますけど、実はこれ54センチまで、稼働します。いいね。こんな感じです。非常にコンパクト。このボタンはロックボタンです。で、上にカメラネジがあって、底面はちゃんと三脚につけられるようにネジが切ってあります。ここ見えますか？ここがね、ホコリが入らないように、ホコリをこうかき出してくれるような仕切り板みたいのがね、ついてます。はい。で、今回はこれもあります。これマイクロ2と一緒に使うものなんですけど、イージーロック。これもね、開けていきましょう。これはどんなものかというと、マイクロ2と組み合わせで使って、ローアングルのスライダー撮影なんかができるようなアイテムになります。結構重さありますね。多分アルミ製だと思うんですけど、金属でできてて結構しっかりしてます。この状態でも底面にネジ切ってあるんで、三脚につけることもできます。マイクロ2をガチャッとした状態で、このね、足を開くんですよね。足を開いて、足はね、4つあるんで、開いて足を立てるんですよね。はい、そうするとこれだけで地面に置いてスライダー撮影ができちゃうんですよね。これいいじゃないですか。だからローアングルでスライダー撮影したりっていうのもできると思います。で、このイージーロックがついてても、まあ、三脚にはつくんで、このまま三脚につけたり、ローアングルの撮影をしたり、汎用性がね、高いんじゃないですかね。じゃあこの2つを組み付けていきましょうか。これよく見るとマイクロ2の方には溝があって、イージーロックの方には出っ張りがあって、ここがパズルのように合わさると思います。これをじゃあ組み付けていきましょう。裏返して、ここにね、六角もついてるんですよね。ほら、いざという時の六角もついてます。一旦ここ外さなきゃいけないと思うんですけど、ここかな。あ、ここだ。ここを緩めると外れます。これで回せるようになるので、これをガッチャッと、これでくっつきました。簡単で、このプレートを戻して締めるだけ。はい、できました。これがクイックリリースプレートになっているんでいいですね。これを三脚につけて、三脚から下ろしたいときは緩めて外すだけ。めっちゃ便利じゃん、これいいですね。これは三脚につけておいて、ローアングル撮影をするときはこの状態で使うと思います。こうですね。カメラ乗せてみましょう。いや、なんかめっちゃ良さげじゃないですか。これをくるくるっと回して、くるくるっと回してつけたかったんですが、このネジの部分の長さが結構長くてちょっと微調整がしづらいので、このシリコンのパッドを挟んでみたいと思います。こんな感じ。これで
くるくるっと、こんな感じです。できました。バッチリですね。じゃあスライドさせていってみましょうか。このロックを両側からカチャッと押して解除して動かします。おー、ぬれーっと動きますね。あ、出ちゃう。すごい。このベルトとこのスライダーが別々にこう動いてるんで、相当可動範囲が長いですね。こっからぬるーっと、スライダー自体は33センチなんですが、このスライダーの可動域は54センチあります。めっちゃいいわこれ。ちょっとなんか撮ってみましょうか。うわー、すごい。横向きに使えば横のスライダーになって、カメラの向きをこんな風に縦方向にすることでぬるーっと縦方向のスライダーとしても使えます。なんかね、公式のビデオを見ると三脚に斜めに設置して、こうなんか斜めで使ったりとかあとは三脚にこんな感じでマイクロ2を縦に設置して、カメラはもちろんこう向きに設置しないといけないんですけど、こんな風に撮影したりもしてました。やっぱこの33センチの長さでこのスライダーの可動域が54センチあるっていうのがすごいね、いいところだと思います。スライダーはね、これ使うとめっちゃかっこいい映像撮れるんですけど、いいスライダーってでかいし高いんですよね。スライダー平気で10万とか20万とかするじゃないですか。これはね、そこまでしないんですけど、199ドルぐらいだったと思います。で、コンパクトだし、あのスライダーのシステム持ってくのってガチのやつ持ってくとすげえ重いんでちょっとした個人的な撮影だったら、こういうねマイクロスライダーがあるとさっと持っていけて、かつ映像の幅も広がるのかなという感じでめっちゃ期待してます。ちょっとこれでなんか撮ってみましょうか。はい、じゃあ撮ってみたいと思います。めっちゃかっこよく撮れたんじゃないでしょうか。今横やったんですけど、前方に進む感じで撮ってみましょうか。前方に動くように設置してみました。この状態だとカメラの焦点距離によって前にあるスライダーが映ってしまう部分が出てくると思うんで、今換算 30mm のレンズをつけてるんですが、ここまでは下げられます。これ以上下げるとスライダーが映ってしまうので、ここからスタートしてぐーっと前に行ってみたいと思います。よいしょ。ここまで下がってしまうとこのスライダーの端っこが見えちゃうんで、こっからですね、ぐーっと。聞いてみましょう。こんな感じの映像が撮れますっていう感じなんですけど、これを持ってちょっと外でね撮影していくつか素材を撮ってこようかなと思います。
でしょうか。今日はですね、このマイクロ2ポケットマイクロスライダー、こちらをご紹介させていただきました。いや、これね、ほんとマジ使えると思います。 1.2kg なんで、まあちょっとしたお出かけにギリ持っていけるかな、まあちょっと気合い入ってれば持っていけるかなっていう感じなんで、これはね、今後活用していきたいと思います。またこういった面白いプロダクトをご紹介していきますんで、よかったらチャンネル登録して次回の動画もご覧ください。さよなら。